だいぶ食材も集まったけど、管理が一苦労だ。どれが腐ってるとか、どれが新鮮だとか、わからなくなっちゃうよな。それなら自分に任せろ。この鮮度判定機能で食材の鮮度など一発だ。じゃあ、これはどううん。今が食べ頃だ。へえ、じゃあこれはそれはすでに味が落ちている。 本当だ。よく見ると、ちょっとしなびてる。うん、当然だ。自分の判定に誤差などあり得ない。すごいや、クンサイと。くんさとがいれば、食材の管理はバッチリだね。あら、何か楽しそうなことしてるわね。んイネス、急いだ方がいい。賞味期限が近いぞ。 何だろう鈍い音が聞こえてくる。くんとさっきの判定は誤りだったのよねそうだ。謹んでお詫びする。えでも、さっき自分の判定に誤差などないって。誤りと言ったら誤りなのだ。自分の言葉に嘘はない。